入場券の半券シネマクレールは、岡山県岡山市中心街に存在するミニシアター。シネマクレール石関とシネマクレール丸の内の2巻、体制だったが、石関は2008年9月21日をもって閉館している。岡山県内では珍しい、大手映画会社の直接の影響下にない単関係、小規模型映画館。 大型館では上映しないミニシアター系映画、アニメーション映画を多く上映している。座席は全席自由となっている。ただし、上映開始時刻の5から10分前に設定される入場開始時にはチケットに印字された入場番号の順に入場する。ロビーには飲み物の自動販売機があるが座席への飲食物の持ち込みは不可である。チケットの発売は 上映日、当日朝の開館時から、それぞれの館の受付でのみ行う。一部のシネコン等で導入されている、専売券の制度や、オンラインチケット予約は、現状ではない。年会費制の会員制度があり、会員になると、割引料金の適用、上映予定表の郵送、会員のみのミーティングへの参加等の特典が得られる。また、 この会員証を同じ岡山市内中心部にある映画館、岡山メルパ及びジョリー東方で提示すると入場料が割引となる。逆に岡山メルパ等でのスタンプカードを当館で提示すれば同じように入場料が割引となる。それぞれの館には敷地内に有料駐車場があるが駐車可能台数は多くない。周囲に有料駐車場は 多数あるが、多くの映画館で実施されている、駐車券を提示すれば入場料割引という制度は、現状ではない。毎月第3木曜日の17時45分頃から、岡山シティ FM の有敢ラジオレディオももないで15分間の、上映案内のコーナーがある。シネマクレール一子関は、もともとが事務所として使われていた3階建ての、小規模ビルの1階を、 内部改装したものだった。改装時には床を掘り下げて半地下状態にしてできるだけ天井口を取るなどの工夫が凝らされた。スクリーンは小さめだがその分明るくまた改造度が高い。反面音響についてエアコン室内機の音がやや大きい。シネマクレール丸の内1はいわゆるスタジアム形式でありかつ スクリーンに向かって線形に座席が配列してあるため、通路側の席でも見にくいということがない。また、最前列2列はスクリーンを見上げる形になるため、シートが自動的にリクライニングするタイプのものが使われている。スクリーンの状態も良好であり、さらに音響についても、建物自体の遮音性が高く、内部にいたら数メートル先に、 片側に車線プラス路面電車が通る県道があるとは、交通量の多い平日の昼間でも気づかないほどである。シネマクレール丸の内にも、スタジアム形式となっている。また、座席数60にしては、大きめのスクリーンであるが、そのために、座席配列が、おおむね12席5列という、やや扁平な形となっている。さらに、最前列は、 完全にスクリーンを見上げる形となる。丸の内1と同じく自動リクライニング式のシートとなっているが、オープン時から DVD 上映に対応済み。ありがとうございます。